今回のタイトルはアルトコインデイリー2024年に注目すべきコイントップ7をハイライトです。ぜひ最後までお付き合いください。著名な YouTube チャンネルアルトコインデイリーは、今後の強気相場で ING とソラナの軌跡をたどる準備ができている7つのアルトコインを強調しました。動画の中でプレゼンターは、自分の選択は研究に裏付けられた徹底的な推論に基づいていると述べました。彼はインジェクティブプロトコルの ING の目覚ましいパフォーマンスに注目を集めました。 ING は最初にその可能性について議論して以来、驚異的な増加を経験しています。コインマーケットキャップのデータによると、 ING は昨年から 2845% 成長しており、ソラナは同じ期間内にプラス 685% を達成しました。イミュータブル X IMX はアルトコインデイリーで注目されたアルトコインの中でトップの選択肢でした。プレゼンターは、数多くの AAA 品質のゲームの中でイミュータブル X が次の主要なイーサリアムレイヤー2になる可能性が高いと主張しました。さらに同氏は、イミュータブル X がバンエッグのような業界大手から注目を集めていることを強調し、 IMX トークンがブロックチェーンプロジェクトの上位25位に入るだろうと予測しました。またイミュータブル X が築いてきた戦略的つながり、特にテクノロジー大手の Google および Apple との最近の統合についても言及しました。ミナプロトコル、ミナアルトコインデイリーが選んだ2番目のプロジェクトはミナプロトコル、ミナで、トップ100にかろうじてランクインしているコインです。プレゼンターは、ミナプロトコルが順位を上げ、トップ20以内のスポットを確保すると予想しています。この強気な見通しを裏付ける理由には、ミナの独自の価値提案が含まれています。さらに、このプロジェクトは米国に拠点を置く著名な取引所コインベースからの投資支援を受けています。さらに、アルトコインデイリーは、このプロトコルがまだマーケティング活動を完全に展開していないと指摘しました。ユニスワップ、ユニ。一方、著名な分散型取引所ユニスワップ、ユニが3位となりました。プレゼンターは、ユニスワップチームがこのプロジェクトを規制された米国市場における頼りになるデックスとして位置づけていることを強調しました。同氏は、これは規制の厳しい市場とそうでない市場の間の規制上の区別がますます顕著になっている暗号通貨の状況の中で起きていると述べました。アルトコインデイリーは、ネイティブトークンのユニを備えたユニスワップが米国の主要なデックスとして台頭すると予測しています。カルダノエイダ。さらに、アルトコインデイリーのプレゼンターは、多くの暗号通貨愛好家がイーサリアムやトレンドのソラナを支持している一方、カルダノエイダを見落としていると主張しました。カルダノの基礎を詳しく調べると、堅牢で繁栄したエコシステムが明らかになると同氏は述べました。カルダノの分散型金融ディファイエコシステムにおけるロックされた総価値 TVL が新たな高値まで急上昇しており、この急増の原因をカルダノブロックチェーン上の DAPS の数の増加によるものだと考えました。さらに、カルダノとブラジル最大の石油会社ペトロブラスとのブロックチェーン教育とエネルギー分野でのユースケースの探索における協力を強調しました。主催者は、このパートナーシップはカルダノのより広範な戦略の一部であり、これにはエチオピアやアフリカ大陸全体での同様の取り組みが含まれると述べました。柴犬、柴。第5位は柴犬、柴です。柴犬、柴は最近、柴の保有者向けにドット柴ドメインを導入する計画を発表し、見出しを飾りました。注目すべきは、この動きはインターネットのドメイン名システムでは機能しないドットクリプトやドット ETH などの既存の分散型ドメイン拡張子からの脱却です。柴犬は Web2 と Web3 をつなぐドット柴ドメインの立ち上げを目指しています。イーサリアム ETH。 第6位はイーサリアム ETH でした。プレゼンターは、レイヤー2ソリューションの取引手数料を大幅に削減するための大幅なアップグレードを上げて、イーサリアムの将来に自信を表明しました。同氏によれば、これによりイーサリアムのエコシステムが大量採用に向けて位置づけられる可能性があるといいます。さらに、イーサリアムの強気要因として、ブラックロックイーサリアム現物 ETF の登場が近づいていることを挙げました。同氏は、このコインはまだ大幅な価格高騰を経験していないことを強調しました。シンセティクス SNX。 第7位に選ばれたのはシンセティクス SNX でした。プレゼンターは、
ブロックチェーン上の現実世界の資産に強気な人々にとってシンセティクスは魅力的な選択肢として位置づけられていると指摘しました。同氏はシンセティクスが自社株買いとバーンに焦点を移すことで注目すべき復活を遂げていることを指摘しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。